TV おしゃべりやってまーす。みんな大好き JRTV、 明るく様々なコンテンツ、チアコインでウハウハにライブもできるよ。 Very nice。 おしゃべりやってまーす。大放送、神谷博史です。沖合由里太郎です。今週も小野坂さんは舞台の本番のためお休みです、はい、代わりに2週間ぶりにこの方が来てくれました。はい、お久しぶりです。ガルマ久しです。プシュー、2週間ですよ。2週間ぶりということでね。それは2週間もあればね、いろんなトークもあるだろうな。マジでやったー。何があったんだろう。でもね、ちょっと、いつもとは違うことはありましたよ。ちょっと、普通じゃ体験できない。皆さんじゃ特に。すごい期待しちゃうよ、それ。特にお二人は体験できないと思いますよ。あ、そう。体験したことがないかもしれない。本当？ちょっとしたら。いや、わかんないよ。わかんないですかね。じゃあちょっと言わせてもらいますけども、あ、まだ？いいよ。まあ、ちょっと先にね、ちょっとこう、脱出込みすぎちゃった。いいよ。みんな期待してるから。ちょっとね、本当皆さん、だから福部さんも体験したことないかもしれないけど、人生で本当に、うん、そんなハードル上げて大丈夫ですか？自分で。何？僕ら3人が、いやないと思います。経験したことがない。多分ここにいる皆さん、え、全員一回もない。いや、自分でもあるよ、きっと少しはな。望みとかあるんじゃねえの。いや、うん、いろいろあるだろう。ギリないかも。ギリ顔的にあるかな。いや、マジで。この中でギリありそうなの誰？やっぱ構成の、ああ、ね、望みありそう。まあだからぐらいですかね、やっぱりね。いや僕もでもね、あ、カメラマンの方もひょっとしたらね。前本さんもありそう。10年前ありそう。ちょっとねびっくりしちゃった。今の年齢感ではない。今の年齢だったら絶対ない。ね、だって言わない、わからんっすね。いや本当びっくりしちゃって。でもあれでしょ、年齢的にはそんな変わんないでしょ。左の薬指にね、ね、既婚者。ね、絶対ない。絶対ない。あ、女絡みですか。いや、まあだからそれもひょっとしたらあるかもしれない。あるかもしれない。じゃあ期待して。あれは楽しみだ。ちょっと自分でも ありがとうございますと思ってね、神様ね、もうこの2週間のうちにね、そんな話題を提供してくれてね。いや。そんな。楽しみでしょうがないね。この出来事があったから、あ、もう2週間後大丈夫だなと思っちゃったので。そんな早々にあったんだ。早々にありましたよ。ここを切って2、3日後にありました。これだと5分くらい引っ張ろうかと思ったんだけど、いやちょっと僕ねびっくりしちゃいまして、まあもう単刀直入に言いますと、言うの、はい、あんなに上げて、こっちから言うの、こっちから言うの、構成としてどうなの。我慢して我慢して我慢するか我慢するか。いや月曜日に僕生放送やってまして、はいはいはい、で生放送が終わって、ね、疲れたなと思って帰ってきて、うん、もうだからてっぺんですよ、もう12時半とか終電ですから ね、うん、いつもね。じゃあその生放送をご覧になっていた、もしくは聞いていた人にしてみたら、はい、いやあの後なんだみたいな、あの後菅沼こんなことあったのって、もう衝撃的でしょ。じゃあ衝撃だから。え、聞いてる人たちはもうあの後にって思っちゃうわけだ。そう、うわ、聞いてたかったな、そのラジオ。キューちゃん、あの後そんな大変なことあったんだっていうね、そうでしょ、生放送大変だったのにもっと大変じゃないのっていうね、あ、そう、もうあの後すぐ寝ちゃったのかなと思ったら、そんな大変なことが行われていたとはっていうね。生放送禁止者得するね。いや得すると思いますよ。ぜひともあのアンドキャスト見た方はぜひともあのこのお話聞いてほしいなと思うんですけど、2週間前ぐらいでね。ちなみになんて番組なの。ラブバンケットというですね、ラブバンケットという月曜日から土曜日までやっておりまして、僕はあの81の米内くんと一緒に生放送やってるんですけど、もう弊社からはね、水曜日に赤羽くんいたり、木曜日に粕谷くんいたり、土曜日にあざかみくんという若手がいたりっていうね番組あるんですけど、それの夜はラブナイツっていう番組が森久保さん月曜日担当で、そしてもやられてるんですけど、ちょうどだから森久保さんが、しゃーということで始まりましたラブナイツ、それ言っている間に
裏では僕は大変なことが行われてたんですけど、ラブライズ1時ぐらいからスタートなんでね、1時ぐらいから、ね、事件は1時ぐらいに起こってるわけね。大体1時ぐらいですよね。その大丈夫、もうちょっとその自分の番組をアピールする時間に使って時間を伸ばすってことしなくて大丈夫。まあ、福部さんはあのねラブシリーズ今関係しております。ラブエール、ラブエールという番組のね、全体の全体をラブエール、そう、はい、我々だからラブファミリーなんですけど、ね、うん、ラブファミリー、マジで、ね、お金森久保さんやってます。あ、そうそう、ラブファミリーなんだ。あ、もうラブファミリーなんじゃん。ラブ、だからラブメイツですから我々。ラブメイツなんじゃん。どう見えてファミリー、ラブメイツですからね。頑張れ、あと5分頑張れ。ですけど、いやだからその森久保さんがちょうどね、ラブナイツをやられている間に僕は疲れて帰ってきて、電気をつけました。はい、帰ってきて一番最初に電気つけました。自宅で起こったんですか。自宅でな。事件は自宅で起こったか。いえいえ。ハウスで行う、電気つけて、うん、パチッとつけて、いや今日も疲れたななんて思って、まあ、とりあえずじゃあ一番最初にシャワー浴びちゃおうと思ってね、やっぱ疲れてるから、やっぱパチッて電気つけるんだ。パチッてつけるタイプですね。あ、うちはもうアマゾンアレクサだからさ、アレクサライトつけてって言うと、あ、いいですね、パチじゃないのね、パチじゃないです、うん、まあ、ちょっと前はこれでやってましたけど、カチカチでしたけどね。あ、そうなんだ、そうなんです、キューちゃんはカチ派なんだ、カチ派なんだ、カチッとつけて、うちもカチ派だけどね、カチ派ですか。あ、そうですか。リクルさんもとはどっちですか。まあ、アレクサありますけどカチですか。アレクサあるけどカチってやっぱやりたいですね。たまにね、アレクサライトつけてなんて、もう応答ありませんなんて、あ、そう、自分で切ったんだな、あ、結局ね、そうそうそう、やっぱそういう、やっぱり意外と自分が頼りになるっていうね、そう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 、人よりやっぱ、ね、まあまあ喋りたくない時あるしね。そう、あるある、だって散々仕事で喋ってますからね。玄関は一応人感センサーつきますけどね。あ、玄関は人感センサーね、喋んなくてもつけるでしょ。 うちは全部パチパチなんで、とりあえず玄関パチつけて、ドア開けて、リビングパチって、リビング2つつけなきゃいけないんですよ、パチパチを。パチパチと2個ついちゃってるんで、広いね、ちょっとやっぱ十何畳なんで、ちょっと広いので、自慢来たよ、すごい、ちょっと広い、ちょっとやっぱりリビングは一番広めの方がいいかなと思いましてね。だからこう2つつけなきゃいけないから、パチパチなんてつけちゃって、パチパチなんてつけて明るくなってね、で椅子に座ろうか、いやでも手洗わないとなと思ってね、汚れてますからね。いやだから手洗いうがいは大切だもんね。大切だから、声優ですから喉ね、大事ですからね。でちゃんとこうやりますからね、僕はこう指の股もね、そうで、一番みんな忘れちゃいけないのは爪の中に菌が入ってるので、こうやって爪をこうしてね、こうね、爪の中までこうね、もう飽きた顔伏線であって大丈夫かなって、じゃーっとじゃーっと洗って、ね、でうがいもね、こうちゃんとで、あ、僕はイソジン使わないんですよ。あ、うがい薬使わない派ですか。使わないんです。昔使ってたらそれで荒れちゃったことがあって、やりすぎちゃって、菌取りすぎちゃってね、なんで僕はだいたい普通にこうお水でうがいガラガラペッってね、また3回ぐらいやりますかね、はいはい、それでもう手拭いてよし、これでもうね綺麗になったなってね、はい、でこうパッとテレビをつけて、こうテレビをね、まずテレビつける、ね、テレビをつけて、ああまだテレビ千鳥っていうのが好きなんでね、だって月曜日深夜テレビ千鳥っていうのやってるんでね、千鳥さんのやつ、ちょっと千鳥さんの、まだやらないな、テレビ千鳥なと思ったんで、じゃあちょっとシャワーでも浴びてくるかと思って浴びといて、シャワーをね浴びてさっぱりしてからテレビ千鳥見ようかなと思って、うん、今シャワー浴びようと思って、でまあ裸になりますわね、はいはいはい、ね、まあ、まずね、まずやっぱ、ね、上から脱ぐ派ですか、下から脱ぐ派ですか。いる下から行っちゃう、下から行っちゃう、下から行っちゃうの、下から自信あんだね、うん、ズボンのパンツと同時に脱いじゃうんで、めんどくさいからスカッて脱いじゃって、そのままパーなんつってね、洗濯物のところにシャッて入れちゃってね、で上はなんかこう一枚一枚脱いじゃいますけどね、うん、上はね、それ裏返しになるとめんどくさいし、ね、そうそう、めんどくさいんで、そうなんです、だからそのまま下はフルチンなのに、もう下はフルチンですけどね、それでパッつって洗濯機の中入れちゃうんですけど、でそのままパンと閉めてシャワー浴びますよね、うん、だからシャワーってもちろんお湯じゃないですか、まあ、そうですね、暑いっつったって水でかけたら大変なことになっちゃえば風邪ひいちゃいますからね。まあまあまあ暑い時期ですけども、ね、今暑い時期ですけどね、だんだん涼しくなってきましたけどね、それでまあぬるま湯で浴びたいななんて思ったんでね、だいたいうちはシャワーの設定は38ぐらいにしてるんですけど、ね、でもそのぐらいがちょうどいいんですよ。あんま暑すぎると神経がね過敏になっちゃって寝れなくなっちゃったりするので、ま、ね、神経悪いんで弱いんでね、で38度ぐらいのお湯でシュッシュッシュなんつって、まあ大体30秒ぐらいしたらね暖かくなるんでね、はい、まあでめんどくさいんで浴槽をこうねついでにこう洗うような感じで30秒ぐらいこう浴槽の方にかけながら暖かくなったかなと思って、そのままシュッてかけたら、はいはい、冷たいままなんですよ、はい、あれ、と思って、と思って、だいたい30秒ぐらいになったら冷たいの終わってるよなと思って、あ、まだと思ってながら、もう一回こう冷たい体のままね浴槽シューって洗いながらね、ついでに洗いながら、でも1分ですよ、も
もうこれはあったかいだろうと思ってシュッてかけたらまだ冷たいんですよ。それはどっかおかしいですね。ね、うん、あれ壊れちゃったのかなと思って、うん、で8月30日更新分のおしゃべりやってマックス第5放送は小野坂さんは舞台の本番のため、今回もですねお休みでございます。代わりにこの方が来てくれました。どうも菅沼久志です。プシュー。2週間前はトークに手応えがなかった菅沼くんが、うん、渾身のエピソードを披露してくれますよ。 おそらくこの予告をご覧の皆さんの誰も体験したことがないとんでもないことが起こりますよ。菅沼くん曰く神が宿ったという話、さまざまな伏線が絡み合いどんな衝撃のオチを迎えるのかご期待ください。はい、番組開始から35分後、あなたは衝撃のラストを迎えます。そして菅沼くんが反抗期の子供を持つリスナーさんへ、あ、え、おいっ子さんですね、リスナーさんへアドバイスを送ります。学生時代の話掘ればまだ出てきそうです。